出発でーす。皆さんおはようございます。おはようございます。私は鬼の子号の船長の笹森です。冒険に出発する準備はできていますか？はい、ジャングルには危険がいっぱい。何が起こるか分かりません。そのジャングルだけの強い味方がこれ。何かあった時はこのお守りがきっと私たちを助けてくれることでしょう。それでは出発。はい、あっという間に1週間が経ちました。ここは雨の森。この雨には美肌効果があると言われているので、このようにお肌にパタパタしてあげてみてください。ジャングルの栄養分が豊富に含まれてますよ。まずね、カバのくしゃ、緑だな、セゾール、鼻水どうぞにお楽しみください。このジャングルにワニが全部で何匹いるか数えてみてください。世界の方にはワニと泳ぐお楽しいジャングルの旅片道切符をプレゼント。これワニたちにとっても美味しい話なんだそうです。ワニアフリカゾウがいますか。おーっと挨拶しましょう。せーの、まあ、あーちゃんと返事してくれました。でも全然パオンに聞こえませんね。あ、先生、正しい発音お願いします。さすがナイティブ、上手なんだ。おっと、前方を見てください。あのゴリラが持っていたピストル、火薬に命中したら大変です。大当たり。お客様座っててください。お席の移動をご遠慮ください。この雄大なアフリカの大草原。でもキリンネシカは待っていた心配そうじゃありません。それもそのはず、本日のライオン一家の特別招待客シマウマさん、明らかに嬉しそうではありませんね。あ、シマシマの服を着ているお客さん、今すぐ隠れて、早く。あら、あの方たち実は昨日の私のお客さん。私がお守りを忘れてしまったばかりに飛んだ災難です。ごめんなさいね。あ、皆さんはラッキーですよ。今日はね、お守りをちゃんと持ってきましたからね。皆さんのうちの半分は無事に帰れます。前にいるのはワニの兄弟スマイリーブラザーズ。笑っているように見えますが、実はものすごく凶暴なんです。顔は笑でも腹の中は揺れませんね。そういうお知り合いいません。私はこのジャングルについて知らないことありません。どこにどんな木が生えていて、どこにどんな動物が住んでいて、と変にとったキルムスから、皆さん船の左側に体重かけて、左側にかけて。なんとか曲がれました。危なかった。あ、優秀な船長に拍手。ありがとうございます。おっと、この辺りはなんだか危ない通りがしますね。あの絵を見てください。あれはこの先に危険なカバの池があるという警告です。あー、いたいた。カバが起こるととっても凶暴な地域でしょうか。船めがけて突進してくるんですよ。ここは私の言う通りにして、カバに見つかれないようにさーっと探しますよ。動かない、まばたきしない、引きもしない、このまま引く引くとてない。あはー、引く引くさ、カバに見つかっちゃった。さあ逃げましょう。あ、太鼓の音聞こえます。あ、あれはこの後の水の全住民たちが声を出すんじゃないかと思ったんですが、彼らと仲良くするために踊りが生まれそうなのが一番。ほら、あの踊りで皆さんからの上下ですよね。はい、せーの、はい、ジャンジャングルル、ジョンジョングルル、ペモホペ。おっと、槍が飛んでくる。敵が飛ばれてるす。敵じゃないことを伝えるために、スマホ英語で友達と言いましょう。友達はラーフィーキです。いいですか。せーの、ラーフィーキー。なんとか分かってもらえたようです。はい、これから皆さんの客の裏側へとご案内いたします。右側のお客様、水の表情をお楽しみください。じゃあ左側のお客様は岩の表情をお楽しみください。真ん中のお客様は、はい、船長の表情をお楽しみください。
表情が一番残って。今日のお客さん素晴らしい。あ、なんだか不気味なところに来てしまいました。一体ここはどこなのでしょうか。あ、楽しんで。もしかしてジャングルの守り神を待つ伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、そうだ、私たちにはこのお守りがあったんだった。何かの時はきっと力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。あ、これはサルの鳴き声。もしかしてジャングルの守り神。みんなでウッキーと言って答えましょう。せーの、ウッキー。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか。3週間あっという間だった。それは楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいよって方、ありがとうございます。いつでも遊びに来てくださいね。それと最後にジャングルの仲間としてこれからも自然と仲良くしていってください。船長笹森からのお願いでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは間もなくボートが船着き場へと到着いたします。ボートが船着き場に着いても下船の準備が整うまでは皆様は座ったままでお待ちください。座ったままでお待ちください。安全のためにボートから手やお荷物絶対に出さないようにお願いしますね。では私が合図をしたら皆様一斉にお立ち上がりください。はい、どうぞ。足元に気をつけてお降りください。お手数でも中央の席はまたがずに前か後ろをお回りになり順序よくお降りください。ご乗船どうもありがとうございました。ありがとうございます。